雑王温泉、雑王温泉は、西暦110年下湯と言われ1900年の歴史を持つ、山形県の山形市南東部、雑王連峰の再六にある温泉。標高880メートルに位置し、古くは最上高湯、高湯と呼ばれた。同県の白布の温泉、福島県の高湯温泉と共に、大宇山高湯の一つに数えられる。 国内有数の規模を誇る座王温泉スキー場を併設しており、冬季はスキー客などでも賑わっている。源泉が複数あって、それぞれ温度や pH が少しずつ異なるが、1.6前後が多く共酸性の泉質が特徴である。共酸性泉が古くから皮膚病に高い効能があるとされる。また、肌を白くする効能から、姫の湯の異名も持つ。 温泉街いくつかの共同浴場や日帰り入浴施設がある。また国内有数のスキー場である座王温泉スキー場に隣接しており、数十軒の旅館やホテルが立ち並ぶ。その数は企業の保養所まで含めて120軒を超える。温泉街に沿って菅川が流れ、上流には温泉を祀った菅川温泉神社がある。共同浴場は上湯、下湯、 川原湯が存在する。他に日帰り入浴施設が3軒存在する。春から秋にかけては、川沿いに、蔵王温泉大露天風呂が作られ、蔵王温泉の名物となっている。共同浴場下湯の前には、足湯も設置され、近年、緑や二号原線脇にも足湯が新設された。伝説によると、統制した日本穂高に従った、木びが湯によって、 西暦110年頃発見され、賀湯から転じて、こう湯と呼ばれるようになったという。ザオ,オ温泉には、古代から菅和温泉神社が祀られていた。1855年の東高商人館には、宇州村山郡最上高湯温泉の図が掲載されている。大正末年には、旅館17軒で、入浴客数は13万人に達した。1950年、 毎日新聞社主催により、新日本観光地百選が公募されると、山形県民は、ザオ連邦を推すハガキ運動を展開し、山岳部門で見事1位となった。この結果に、地元は熱狂し、ザオ連邦最六にある南村山軍、堀田村は村名を、ザオ村に改称同村内の高湯もザオ温泉に改称された。なお、道軍東沢村に、 座王連邦手法の熊野岳があり、その山頂にある熊野神社も1952年に座王山の神社に改称した。山形市が1954年に東沢村を編入合併すると座王の手法が市内となり、さらに1956年に座王村も編入合併したため、東温泉は市内の秘湯として名声を得た。1960年代には、 高度経済成長が地方にも及ぶようになり、1962年にはザオエコーラインが開通し、1963年にはザオ連邦がザオ国定公園に指定され、1964年には日本百名山の一つにザオ山が選ばれるなど、ザオエリアは観光地として注目を集めるようになった。山形県では、 当地の観光振興を基として1963年にザオ夏ナツ祭りを開催した。後に、同祭から山形花笠祭りが独立して東北四大祭りへと発展するが、東温泉もこれ以降飛躍的に発展し始めた。その後の東温泉は高原保養地として施設拡充され、さらに山形ザオ温泉スキー場の大型化も行われ、 東北地方を代表する山岳リゾートとなった。また、バブル景気前後には道路や新幹線の開通が相次ぎ遠隔地から東欧温泉へのアクセスが飛躍的に向上した。近年は仙台空港の国際線などを利用した外国人客の増加が顕著であり、2006年実績では山形市の外国人観光客の約に3を東欧温泉地区が占めている。 韓国人のスキー目的来日先は長野県に次いで山形県が2位であるが、スキー場単位ではトースキー場が全国1位であり、シーズン中1万人を超えるトースキー場への韓国人客は東温泉、宿泊客の新たな主要顧客層となっている。なお、オーストラリア人客は2000年代末時点で数千人程度だった。ザオ温泉の名物の一つとして、 酒粕や鷹の爪が入った里芋の豚汁で、あるからから汁がある。地元で飲食店を営んでいた西村重太郎の協力を得て開発されたもので、当初の名称はザオウ門限からから汁であった。スキーで山形に滞在中だった岡本太郎も命名に協力している。ありがとうございます。